A 列車で移行降は、九州旅客鉄道が、熊本駅三隅駅間を、鹿児島本線、三角線経由で運転している、臨時特急列車である。本港では、三角線で運行されていた、優等列車の遠隔についても記載する。特急、A 列車で移行降は、熊本市と天草諸島を結ぶルートの一角を、形成する観光列車として2011年10月8日に、運行を開始した。 三住駅で最寄りの三角港と下島にある本土港を結ぶ定期航路天草宝島ラインと接続している。A 列車で移行の運行開始に伴い、運行区間の熊本駅三住駅間に天草三住線の愛称が付けられ、列車の運行開始に先立ち2011年9月1日より使用している。また、三住駅のリニューアルも合わせて行われた。 日本国有鉄道時代の三角線は、豊肥本線と三角島原フェリーと共に阿蘇と島原半島を結ぶ観光ルートの一翼を担っており、豊肥本線から直通する急行列車も設定されていたが、1986年11月1日のダイヤ改正で急行、火の山の三角線直通は終了し、三角線から優等列車は消滅していた。よって、 A 列車で移行は、三角線にとっては30年ぶりの優等列車で、初の特急列車となる。列車名の頭文字である、A は、南蛮文化がトライした天草をモチーフに、ヨーロッパをイメージした大人の旅を、演出というコンセプトから、大人や天草の頭文字から取られた。土曜、休日及び、長期休暇期間中の毎日、熊本駅、三隅駅間に一日三往復が、 運行されている二両編成のため、九州横断特急や、早との風と同様に、車掌は乗務せず車内改札は、客室乗務員が行う方式のワンマン運転が実施されている。概要の項で記したように、三隅駅で三角港を発着する、天草宝島ラインのシークルーズ号と接続する。列車の運行開始に合わせて、シークルーズ号のダイヤも、 A 列車で移行の運行時刻に合わせたものに改正された。また、熊本駅本土港、または松島を利用区間として往復とも A 列車で移行、C クルーズ号利用、もしくは片道を九州三港の快速バス、天草号の利用とする往復割引乗車券、A 列車 &SB 切符が発売されている。S と B は C クルーズ、 バスの頭文字から取られている。なお、2013年3月16日のダイヤ改正までは1日に往復であったが、当時は1.4号に限り、博多駅始発、終着で延長運転される日があった。博多駅と三隅駅を直接結ぶ優等列車は、1964年から1967年にかけて、日報本線、 公費本線経由の博多駅、熊本駅間の急行、光の内博多駅行きのみ、三隅駅始発で運行された例があるが、都市駅を経由するものは初めての設定であった。熊本駅、宇都駅、三隅駅、熊本車両センター所属のキハ185系機動車2両を改造し、専用車両としている。車両デザインは三戸岡栄治が担当した。なお、この車両は、 宝碑本線の特急、アソボーイの車両改造工事が終わるまで運行されていた、アソユルット爆号に充当されていたものである。16世紀大航海時代のヨーロッパ文化と古き良き甘草をテーマにしたというデザインは黒とゴールドのツートンカラーで、車内は教会などをイメージしたというカウンターバーやステンドガラスで彩られる。定員は1号車28人。 2号車56人の計84人で全席普通車座席指定席で運行される。1号車にはソファーやベンチのほかカウンター形式のバー、A、トレーンバーが設けられている。2号車には4人用セミコンパートメント席が4区画設置されている。バーではビールやハイボールのほか当列車限定のオリジナルカクテルなどといったアルコール類が提供されている。 車内での演出として BGM に向かいガニミアレンジによるジャズのスタンダードナンバー、A 列車で移行などが用いられている。また燃料に天草市とのタイアップで調達したバイオディーゼルの使用も検討されている。ありがとうございます。